田です。本日は日光サーキットです。1年ぶりですね。去年の1月、今年も1月。で、去年は38秒630で、まあ38真ん中ぐらい入って、まあ良かったなっていう感想です。で、今年はまあ、どこのサーキットも1秒近くはタイム上がってるんで、日光もね、もう37は入れたいなっていう感じですね。うん。でね、今ね、ちょっとね、もう雪が、ちょっとパラつき始めてて、9時の朝一の一枠目なんですけど、ちょっとこれぐらいの雪で影響がなければいいんですけど、一回走ってみて、ちょっと微妙であれば、ちょっとまだね、一日時間ありますんで、無理してね、午前中走んなくても、ちょっとゆっくり、コンディションいい時に走ってもいいかなっていう感じではあるんですけど、ただ、ひどくなっても嫌なんで、とりあえずまあ一発走って様子見ようかなって感じです。うん。まあ、久々なんでね、ほんと一発の一発目で合わせるのは難しいんで、やっぱり一枠走って体慣れて、二枠目っていう感じではあると思うんで、まあちょっとね、去年ね、スピンっていうか、スピンして、散りかけてますんで、近藤さんリップ割っちゃってね。今日もちょっとこのコンディションなんで、多分レコードラインしか路面できないと思うんで、ちょっと慎重に走って感覚を思い出しながら、まあ37できたら入れたいなーっていう感じではあります。はい。そんな感じで、ちょっとね、窓を見て、こんな感じなんですよ、今。まあ、路面はね、幸い濡れてはないんですが、ちょっとどうなんだろうねっていう感じです。いやー、どうなんだろうね。3回アタックして、まあ、38秒115です。まあそうだね、セクター1 8.7 っていう数字入ったのは嬉しいんですけど、セクター3がね、多分12秒フラットぐらい出したいなっていう、去年がセクター1 8.9 いくつ、セクニが17秒フラットぐらい、
セクサンが12秒4ぐらいと、全部ね、まあ、タラレバのベストではあるんですけど、今、去年言ったタイムは、それよりコンマ1ずつしか上がってはいないので、まあ、それ去年まとめられてなかったんで、38秒6ぐらい、まとめてたら38秒4とか3ぐらいは入ってるような数字ではあります。で、まあ、今とりあえず様子見の1本ということもあって、8、9コーナーか、裏のストレートまでの速度がちょっとビビって踏み抜けてない感じもあるんで、まあ、あそこが踏めればコンマ2、3くらいはポンと変わってきそうな気はします。で、最終コーナーの試験員もちょっとね、あんまりうまくない、ちょっと突っ込みすぎてる感じがあるんで、そこをちょっと修正すれば、最終の加速につながるかなと。ちょっと出口で苦しい感じでなかなか踏み切れないところがあったので、そこと、あと1コーナーはちょっと、ブレーキが強すぎちゃったりとか、まだ正確にコントロールしきれてないで、1、2、3コーナーっていうのかなの最後の縁石の使い方で、次4コーナーに向けての車の姿勢っていうのがちょっと窮屈な感じ、苦しい感じであるんで、そこの加速する体勢をもうちょっと整えられれば、まあ、37秒は入るんじゃないかなとは思うんですが、まあちょっと頭で分かっててもちょっとね、頑張っちゃったり頑張りすぎちゃったりとかあるんで、そうですね、その辺がちょっと難しい。で、まあコンディションがコンディションなんで、ちょっとね、レコードライン外すのも怖かったりします。あの裏の高速コーナーとかはね、あとその高速コーナーの進入がね、どうしてもアンダーでちょっと下手っぴな感じではあるんで、その辺がね、もうちょっとなんかこう頑張れれば伸びるんじゃないかなとは思ってるんですが、ちょっとね、まあ、タイヤももったいないということで、2ヒート3アタック、1ヒートにつき3アタックまで、で、次のヒートで終わりにしようかなとか思ってるんで、ちょっとね、これは37秒入れて帰りたいなっていう気持ちがあるんで、なんとか頑張って37入れたいんですけど、ちょっとね、無理するとやっぱあの高速コーナー怖いんで、あと最終コーナーね、あそこももうちょっと頑張って攻略できればいいなっていう感じですね。はい。
走り終わりまして、まあ3回ぐらいアタック、2、3回かな、3回、ちゃんとまとめたのは2回だけど、ちょっとミスして途中でやめたりとかはあるんであれなんですけど、一応37秒924っていうね、とりあえずまあ37秒は入りました。目標はもうちょっとね、半ばかもうちょいコンマ2ぐらいは縮めたかったんですが、まあちょっとねタイヤを温存するので2ヒートで1ヒート3アタックってもう決めて最近はアタックしてます。まあそこでね、自分の腕でまとめられないのが原因という感じで、ただもう一回走ればまだ全然伸びるとは思います。で結構アンダー出しちゃってるところがあるんで、正直まだ車のポテンシャル的にはもうちょいいけます。自分の腕だとね今のところはこれぐらいが限界なんですけど、まあ、正直この37秒924っていうのも、まあ、ちょうどタラレバがまとまったような感じのタイムを1本でまとめられた感じで、まあちょっとミスってるコーナー最終とかもね、まあわざとちょっとアンダーっぽく走ってるっていうのもあるんですけど、もうちょっとまあアンダー出さないで抑えめに走ればもうちょっとねなんかこうグーッとノーズが入ってくようなイメージあると思うんですけど、ちょっとねアクセルオンのタイミングで結構ね強オーバーになる時もあれば、結構ジャックオーバー傾向にはなってるんで、ずっとちょっとね4駆でオーバーっていうのはどうしても加速側でのロスになるんで、ちょっとアライメントのセットを戻さなきゃいけないかなっていうような感じです。旋回側でもまあ多少旋回しやすいんですけど、ちょっとねそこでタイムを稼ぐっていうような4駆の乗り方ではないと思うんで、ちょっとリアの塔を戻すちょっと戻したいなとは思ってます。はい。んで最高速は去年と変わりませんでした。はい。そんな感じです。とりあえずはであと近藤さんのリップがまたもげちゃいました。修理したところがね、ちょっとね多分強度が足りなかったっぽいですね。もげちゃいました。すいません近藤さん、またちょっと取れちゃいました。で、あとそう、燃料がね、半分よりちょっと上、まあ、針が真ん中の線にかからないよりは上にいたんですけど、燃料が。それでもね、ウラストのところで、ガス欠、偏り、粘結起きちゃって、ちょっとね、予想外でした。もう半分ぐらいになったらガス欠するかなと思ったんですけど、まあ結構 G かかってるっぽいんで、やっぱ半分以上、まあメモリ半分の上の1個メモリぐらいまで入れとかないと多分ダメですね。なんでちょっとね、その、まあ、リップもちょっと割れちゃったのと、あとその粘結ガス欠が起きちゃったっていうので、ちょっともう気持ちの方も切らしちゃって、まあもともと3ヒート走る予定はなかったんですけど、ちょうど気持ちも切れちゃったところなんで、ちょっとこれ以上走っても今日はねどうなんだろうなっていうところもありますんで、で結構高速コーナーもねやっぱりね飛び出しが結構ね緊張しますね、あそこは踏み抜くのは。はい、そんな感じなんで、ちょっとね粘結はね本当エンジンブローにつながりますんで、本当一発でねやらかす、本当にビタッと燃料カットされれば平気なんですけど、ちょっとでもこう残ってるとね、ちょっとでも吹いちゃうと本当に燃料薄くなっちゃって、もう一発でアウトなんで、
本当にちょっとエンジンブローはしなくてよかったかなという、ちょっとまあ分かってはいたんですけど、もうちょっと今度から燃料多めに入れないといけないなっていう、まあ、反省点も見つかりました。でこれが多分ね3速4速の場合は結構起きます。多分燃料の噴射とあとまあ加速、まあ、関係してると思うんですけど、 G とか2速で半分以下でつくでとかで走っても、2速でつくで走ってる方でも半分以下でも粘結ガス欠しないっていうのが皆さん言ってましたんで、2速だと大丈夫なんですよね。3速4速とかの上のギアになってくるとやっぱ燃料を結構含んで、その分そういうことなんじゃないのかなとは思います。なんでまた今日はね勉強と反省と、まあとりあえずでも37秒に入ったっていう収穫はまあ大きいですね。本当はもうちょっと縮めたかったんですけど、うん、まあ38と37じゃやっぱ聞こえがね響きがだいぶ違いますんで、まあとりあえずは良かったかなという感じです。とりあえずまあ無事に終わったんで、エンジンもまあちょっと帰り走ってみてっていう感じでもあると思うんですけど、今のところ一発でガラガラっていうのはないんで大丈夫だと思うんですけど、であとリップもねちゃんと補修してきっちり直したいと思いますんでね、また UV レジンではいやりたいと思いますという感じでね、ちょっと本日はこれで以上になります。はい、じゃあ以上です。ああ近藤さんがまたパックアンしちゃいました。ちょっとここね FRP で直したのと、あと UV レジンも入れてまた強化したんですけど、下は大丈夫だね。上がちょっとまたパックアンしちゃったんで、ここはもう UV レジンで埋めて固めて、ちょっとね遠赤やっぱだいぶ使うんで衝撃が俺の走りに耐えられなくて、ちょっとね補修がやっぱ甘かったんで、もともとカーボンで強いんですけどクラッシュしてねこんな状態になっちゃったんで、ちょっとまた直したいと思います。日光はね食堂っていうかなんだろうお店があるんで唐揚げ丼です。でしかも最後だから余ったやつ全部つけちゃったって大盛りにしてくれました最高